チュートリアル戦闘編へようこそ。ボタンをクリックしてチュートリアルを始めましょう。これが通常チャンピオンリストにはマークスマン、ガレンは、ライズは、他のチームメンバーがゲームが始まる前にチャンピオンを支援するサモナースペルをまだ習得していない。ルーンとマスタリーにマスタリーには攻撃系ルーンページをストアでスキンを確定ボタンを押すと、これで準備が整いました。最終調整が済んだらボタンをクリックして対戦を開始しましょう。サモナーズリフトへようこそ。この戦場の最終目標は敵の本拠地にあるネクサスを破壊することです。このマップには3つのレーンがあり、それぞれにタワーと制御装置が設置されていて、ミニオンの群れが進撃していきます。このトレーニングでは様々なクエストとヒントがあなたを勝利へと導きます。クエストリストにクエストが追加されました。メインクエストの達成はチームが勝利するために必要不可欠です。サブクエストは任意ですが、クリアできればゴールドのボーナスが獲得できます。マウスカーソルをクエストリストの上に移動してクエストの詳細を確認してみましょう。やりました。ヒントが表示されました。ミニマップの上のヒントアイコンをクリックしてみましょう。そうです、戦闘中に表示されるヒントは手の空いた時に見ましょう。ミニオンは通常ゲーム開始から90秒後に出撃します。今回はトレーニングなので、チャンピオンが本拠地を出るまで出撃しません。さあ早速トレーニングバトルを始めましょう。ショップでアイテムを購入して本拠地を出発しましょう。遠距離攻撃が得意なの。ミニオンが出撃しました。敵を倒しながら進み、タワーを破壊していきましょう。見てごらんなさい、冷た。もう誰が氷の弓なんて作ったのかしら。うん、本当よ。リンゴを頭に乗せてみて。敵のミニオンを倒しましょう。正しき道を歩みましょう。もらえない。ファーストブラッ。動かないで、膝を狙って射抜いてあげる。さあ行きましょう。好きなだけ見とれていいわよ。どうせ最後に気をつけてください。敵が倒されました。力尽きました。
ゴールドが溜まっています。タワーのそばでは注意してください。気をつけてください。共に戦いましょう。味方が倒されました。敵が倒されました。力尽きました。放つ。気をつけてください。キリンスプリーミニオンより前に出すぎると危険です。私の目は外れない。気をつけてください。私の矢がかわせるとでも思った？強い意志こそが平和を導くわ。装置まで前進してみましょう。慈悲の心は弱さではない。敵の奇襲に注意しましょう。私たち一つの鍛錬。迅速にアンストッパブル。敵が倒されました。命令のスペルを使うとスタート地点に戻れます。ブレヨルドのためにチャンピオンの究極スキルを取得してみましょう。一矢で十分よ。敵が倒されました。一人も逃がさない。必ず仕留める。味方がタワーを破壊しました。共に戦いましょう。私に近づけるかしら。急がなくては。味方が倒されました。
敵の制御装置を破壊してみましょう。敵の川を破壊しました。レジェンダリー、一死で十分。味方がインヒビターを破壊しました。ショップでブーツを購入してみましょう。私の矢が買わせるとでも思った？ジャングルに入りウルフを倒してみましょう。行きましょう。遠距離攻撃が得意なの。茂みをうまく利用しましょう。団結こそが力を生むわ。強い意志こそが平和を導くわ。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。勝利は目前です。敵のネクサスを破壊しましょう。アバヤキのお導きを。レジェンダリーダブルキル。敵が倒されました。私たちは一つの民よ。このバーにマウスカーソルを乗せると、獲得したインフルエンスポイントの内訳を確認できます。インフルエンスポイントを利用して、ストアで新しいチャンピオンやルーンを解除することができます。この画面では、各チャンピオンのより詳しい戦績データを確認できます。共に戦ったサモナーの名前の隣にあるフレンド申請アイコンをクリックして、相手に認証されれば、フレンドリストに追加することができます。また、サモナーの名前を右クリックして発言を非表示にしたり、不適切な言動を報告することもできます。